はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大食いこぞって集まっておりますラーメンショップ石川店さんに訪れております。僕の動画の方でもですね、ちょうど約1年前ぐらいに動画にさせていただきましたが、本当に美味しいとも大絶賛動画でさせていただきまして、本当はねもっと早く来ようと思ったんですけれども、やっぱり大食いの方ねみんな来てて、できる限りね期間を空けたいなと思っていたところ、みんな行くこの頻度がもう減らずにですね開けることができなかったので、僕もねもう我慢できずについに来てしまいました。こちらのねお店さんでは、通常のメニューはもちろん、大食いの人向けにですねいろんなチャレンジメニューあるんですよ。もう5キロ6キロ7キロととんでもないものがあるんですけれども、僕はこのラーメンが大好きですので、1年ぶりの再訪ということで、本日は通常のラーメン、前回同様ですね何種類かいただいてしっかりと味わって大食いしていきたいと思います。今日注文してありますのが、注文ではあるんですが、まあ、特にデカ盛りではなく通常販売している3種のメニューをじゅんぐりと食べていこうと思います。でもちろんですね、1杯目にいただきますのはラーメンショップさんといえばの豚骨醤油、これをね最初の1杯にいただいていきたいと思います。もうねちょっと作っていただいておりますので、完成するまでねもう少々待ちます。めちゃくちゃ腹減ったうわうまそうありがとうございます、ありがとうございますということでですね、本日1杯目のラーメンが到着しました。1杯目に注文させていただきましたのはチャーシュー麺の中盛りに味玉と海苔を追加でトッピングしてあります。早速ねこれできたね、いただきたいと思います。このね来てない1年間の間にめちゃくちゃラーメン進化してることなんで、早速このスープ、うわうまそう、うわめちゃくちゃなんかこう肉出しっていうのがもう一発目に飛び込んできますね。うまー、このスープ、ちょっともう早速麺いっちゃっていいですか。うわー、いただきます。うまっうまっ、このチャーシューね、チャーシューいこう、あんまうまい、うまいこれは米ですね、パンチもあるんだけど、むしろ本当に一口目に吸った時に肉出し、これがね飛び込んでくるようなスープ、これめちゃくちゃうまいです。朝食いたいですねこれ、仕事前とかにこれ食ったらもう飛びますね決まりますね、朝6時からですからご営業してるのは、うわ食いてうん、うまっ、もう、でも前回からそうですけど、この石川店さんのチャーシューってすごい独特ですよね。いわゆるこのチャーシューの良さもあるんですけど、なんかトントロみたいなこうサクッと歯切れのいい食感も残ってるじゃないですか。柔らかいちょうどいい部分と、あとお肉らしいこの歯切れの良さと、なんか両方残ってるチャーシューで、でこれ持ち帰りもやってますもんね。お土産お願いしていいですか、一本
ただいまですね、これ通常のライスを完食させていただきまして、それとは別にですね、これネギ丼も注文してあります。ラーメンショップさんといえばね、これ各店味付けが各々違う、このネギ特徴的だと思うんですけれども、このね、石川店さんのネギも美味しいので、味変としてね、この乗ってるネギ後から和えつつですよ。うまい。前回の動画でもお話ししてましたけど、この石川店さんのネギっていうんですか、もちろん生なんですけど辛みが全然ないですよね。甘みだけで辛みないものを厳選して太めに切ってあるんで、ネギも、あ、ネギの太さとかも、あ、確かにそうかも。このネギ肉厚っすね。めちゃくちゃ1枚が肉厚っすね。そろそろ次の味噌の中盛りと大ロイドでお願いしていいですか。お願いします。うまい。ということで、本日一杯目のこちらのチャーシュー麺ですね、あっという間に最後の一口。うまかった。一旦ごちそうさまでしたということで、もうすでにですね、本日の2杯目、味噌の方もお作りいただいております。2杯目も楽しみたいと思います。完成しました。ありがとうございます。うわ、うまそう。ダイロイドと、はい、ということで本日いただきます2杯目のラーメン到着しました。2杯目にいただきますのが味噌のチャーシュー麺ということで、こちらもできたので早速いただきます。正直あの食べる前からうまいもんね。うまい。いや、これはもうライスですね。絶対白いご飯が、絶対絶対白いご飯です、これは。あ、止まらない。うわ、じゃあちょっとこれね、味噌の麺ですね、絶対合うと思いますんで、これ一口目からこれライス片手にいただきます。これね、さっきの勝負もちろんではあるんですが、この味噌の方がより麺少なめにしていただいて、でも絶対にちょっとライスの音も、これはね、追加で注文していただきたい。本当にこの麺とスープのご飯との相性半端じゃないので、ちょっと皆さんもお試しください。これはうまい。ここのラーメンはラーメンショップであってラーメンショップでないというか、独自の進化を遂げた一杯でして、これを食べようと思ったらここでしか食べられないので、ラーメンショップのファンの方とかはもちろん、まだ食べたことないよっていう方はまずね、ここに来ていただきたいですね。絶対によりこのラーメンショップというものが好きになると思います。
ちなみに中盛りだと茹で前で麺量どれぐらいになるんですか？200いかないぐらい。240です。並盛りでどんぐらいですか？160です。そうか、ベースがそもそもちょっと多いですもんね、普通のラーメン屋さんに比べたら。ということで、おそらくですね、もうご飯物を含めると今日食べた量は2キロは余裕で超えてるとは思うんですけれども、一瞬で完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日最後にですね、前回のこのメニューでもいただいていなかったつけ麺がありまして、それでね、本日は締めていこうと思います。今日はですね、特別に麺は大盛りの、つけ汁は醤油と味噌、これ2種類ともね、いただいていこうと思います。こちらが醤油のスープ。はい、ありがとうございます。じゃあ味噌のスープ、はい、ということで、本日ラストの一杯ですね、こちらつけ麺でございまして、で、つけ汁に関しましては醤油と味噌を2種類いただいております。で、他店では珍しいんですけれども、こちらの石川店さんではつけ麺もご飯に合うということで、せっかくですからこれサンライズもいただきました。そしたらもう今日最後なんですけど、早速いただきます。じゃあもちろん今日もオンリー麺すりからということで。うまっ。やっぱりこの麺がうまいっすね。サラダで食べてみると分かるんですけど、うん、麺がうまい。ちょっとつけ汁いっちゃいますか。確かに米かも。うん、これも確かに米だ。うまっ。お酢も効いてるんですけど、酸味が全然尖ってないので、そこと醤油がこう合わさって、これは確かにライスは合いますね。ただ一番ビールが合いそうです。めちゃくちゃ飲みたいですね。いただきます。恒例の、きた、つけ麺と一緒に行きましょうか。麺をつまみにね。うー、幸せ、これ幸せだな。うま、ちょっとこっちも行こう。あ、味噌も全然違う。そのベースのスープとか一緒だと思うんですけど、その醤油も味噌もラーメンと全く別物ですね。うわ、めっちゃつまみだ。うまっ。なにこれ、おかずでもつまみでもあるな。あるな。終わっちまうな。ざっと計算したら 4.5 キロ以上いってますよ。ん、あ、4.5 キロ以上いってる。普通に食べてるのに。え、そんなに。全然ですね。全然ですか。ん、なんかさらっとさらっと終わっちゃいました。そしたらちょっと本日はですね、こちら味玉を最後味噌につけまして、これですね。ああ、
ごちそうさまでした。ああ、うまかったということでですね、本日は僕の動画で言うと1年ぶりかなの再訪ラーメンショップ石川店さんでですね、本当はちょっと事前にデカ盛りをお願いしようかなと思ったんですけれども、僕個人的なわがままでですね、並盛りというかいろんなメニューを食べたいということでこんな感じで3種類いただいてきましたが、本当にね、個人的には好みでして、ちょっとそのデカ盛りではなく皆さんにしっかりと紹介できるこういった各メニューという形で企画できて逆に良かったなと思います。本当に皆さんにもですね、この通常の豚骨醤油のみならずですね、いろんなメニューこのお店さんで試してほしいと思いますので、ぜひですね、これ動画を見て気になったよっていう方はラーメンショップ石川店さんにね、来て美味しいラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらはね、合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。